こんにちは。おんぶ好きの会のメンバーの皆さん、ようこそ。仏教の規律も関係なく、ただおんぷを見たいだけだ。ふふふふふふ。全く理解できない子供も大人も、おんぷを探し求めて叫んでいるのに、まだ理解できない。一体どういうことなんだ。思考ができないのに。翌日、中髪の色を変えて、送ったのにまだ見たいってどういうこと？あなたたちはどこの人で、どの背の人なの？うわぁ、もうダメだ。仏教の規律には、仏教の教えや哲学、人生の道、心を抑え、欲望を抑えることについて考えるべきではないでしょうか。しかし、音符ばかりに目がいなってしまい、仏教の記述を通して、翌日中それに夢中になっているのです。皆さんはどう思いますか？そのようなことを考えてみてください。はあ、はあははあ、私は本当に本当に本当に理解できません。おい、あなたたちはどこの先の人ですか？何日生まれで、何年生まれですか？前年か何かですか？全然理解できない。仕事をしているのに、こんなことに時間を取られてしまうなんて、本当に理解できないんだ。もう死んでしまったのか。